品川。ここはかつて東海道五十三次の第一の宿、品川宿があり、にぎわいを見せていました。現在の北品川周辺には宿場町の雰囲気を残した場所がいくつかあります。当時の面影を探して北品川の歴史をたどってみましょう。歌川広重作、東海道五十三次、品川日の出。早朝、御殿山のふもと、品川宿の八つ山を通り過ぎる大名行列。店を開いている宿場外れの茶店。茜色に染まる品川沖の空が描かれています。北品川二丁目にある聖蹟公園。ここにはかつて品川宿の本陣がありました。本陣とは参勤交代の大名が宿泊したり休憩したりする場所のこと。品川歴史館に品川宿の本陣を再現した模型があります。本陣の建物は武家屋敷に見られるような門、玄関、書院などがあり、大名行列の籠や長持ちなどの荷物を置く場所が設けられていました。本陣は明治維新の大政奉還に際し、京都から江戸へ向かった明治天皇の休憩所にもなりました。そのことから聖蹟公園と名付けられました。北品川の鎮守である品川神社。文治3年1187年に源頼朝が阿波の国須崎大明神を勧進して品川大明神と称したのが始まりと言われています。浅間神社の前にある石灯籠は慶安元年1648年に寄進されたもの。都内に現存する石灯籠の中でも特に古いもので、品川区の指定文化財となっています。また社殿の一番近くにある石像鳥居は下総桜の藩主堀田正盛が慶安元年に寄進したもので、都内で2番目に古い鳥居です。赤い鳥居をくぐると小さな祠があって、その中に一粒万倍という泉があります。100円玉を洗うといずれ100万円になると言われているありがたい泉です。江戸時代、品川神社は東海寺の鬼門にあたることから東海寺の鎮守となり、江戸幕府から保護を受けていました。毎年元旦、4月、6月、11月に品川神社の大々神楽が拝殿で奉納されます。
現在品川神社の大々神楽は地元保存会の人たちによって伝承されています。神話などに題材を取った十二座が伝わっていて、東京都の無形民俗文化財に指定されています。また品川神社には富士塚があります。品川富士とも呼ばれる富士塚を登ると、眼下に北品川の町が見渡せます。品川神社の裏手には自由民権運動の推進者板垣退助の墓があります。もともとここは工芸院の墓地でしたが、お寺が移転したため墓だけがここに残されました。墓の傍らには遊説中に刺客に襲われた時に言ったと伝えられる有名な言葜、板垣死すとも自由は死せずと刻まれた碑が建てられています。鎌倉時代、昭和元年1299年開山の楊巌寺、国蔵菩薩を本尊にしており、品川の国蔵様として親しまれています。今日は毎年4月と11月に行われる国蔵尊祭、商店街は多くの人たちでにぎわっています。国蔵尊は13詣と結びついて、子供が13歳になった時国蔵参りをすると福、徳、知恵が授かると言われています。江戸時代には毎月13日にお参りをする人が多かったということです。推定樹齢400年、高さ25メートル、この大きなイチョウの木が立つのは至徳元年1384年に開山された宝禅寺。本堂は大正11年に建立されたものです。江戸時代の後期に起こった天保の飢饉、その際品川宿周辺でも891名が亡くなりました。北品川宿では死者を宝禅寺に葬り、塚を築いて正面左右に3体ずつの六字像を安置しました。明治4年に建てられた流民僧塚碑はこの塚の由来を記しています。また宝禅寺には品川台場の築造の際、御殿山の土取り場から出土した中世の板碑が納められ供養されています。今回は北品川周辺の史跡を訪ねてみました。宿場町の面影が現在も残っていましたね。品川区には身近なところに町の歴史を伝える史跡や文化財などが数多くあります。次回も品川歴史探訪をお楽しみに。